フェルナンド・ソル1839年7月10日は、スペイン・バルセロナ生まれの作曲家、ギター奏者。スペインでは、ギターのベートーベンとも呼ばれる。ソルは、ギターの音楽レベルを可能な限り高め、ギターを世に広める努力をしたギターの第一期黄金期に活躍した一人である。また、過去200年において、コンサート楽器としてのギターのための曲を最も書いた。 作曲家の一人である。ソルはバルセロナのかなり裕福な家庭に生まれた。代々軍人の家系でもあり、彼自身も軍人になることを期待されていた。しかし、父にイタリアのオペラに連れて行かれて音楽に魅せられ、同時に父からはギターも教えられる。当時ギターは主に居酒屋などで演奏されていた楽器に、過ぎず、還元楽用の楽器に比べると、 地位の低いものとされていた。モンセラート修道院、そしてバルセロナで音楽を学ぶが、父親の死後、母親がそれ以上ソルを経済的に支えいくことができなくなったため、断念。修道院に戻り、そこでギターのための初作品を仕上げる。1797年、バルセロナで彼の初オペラ作品、カリプソ島のテレマコティレーマッコイエヌライスラで、 キャリップスを上演。1808年、ナポレオン・ボナパルトのスペイン侵攻を機に愛国的歌手をつけたギターのための民族的作品を数多く作るようになるが、スペイン軍が敗北すると、ホセ・ボナパルトの君主制のもとで政府の管理職ポストに着いた。1813年のフランス人追放によって、ソルを含め多くの親フランスとみなされた芸術家や貴族が報復を恐れて、 祖国を離れ、フランス・パリへ亡命。その後二度と祖国に戻ってくることはなかった。パリでは、スペイン人ギタリストで作曲家でもある、ディオニシオ・アグアドなど、多くの音楽家と親交を結び、共同で音楽活動をすることが多かった。ギターのための二重奏曲、二人のトモレ・ドゥ・アミは、彼がアグアドと演奏するために作曲した作品である。その後パリの芸術家たちの間でも、 彼の音楽家としての能力は認められるようになり、さらにヨーロッパ中を演奏旅行して回り、新たな名声を獲得した。イギリスに滞在した1815年頃には、オペラとバレエの作曲家としてかなり知られるようになり、1823年にはロシアを訪れ、そこでザー・ニコライ一世の戴冠式のために、バレエ曲、エルキューレと、 オンファリア・ハー・アキアリーズ・はヤアンファリアを作曲し、上演し、成功を収める。1827年には、もうすでに若くないこともあり、余生をパリで送ることに決め、以降は創作と著述に専念。この時期に、後年傑作とされる彼の多くの作品や、各国語に翻訳された、ギターの方法メタド・パラギターラ等の教則本が作られた。 ソルの最後の作品は1837年に死去した娘のミサのために書かれた。娘の死はすでに病を患っていた。彼に大きな打撃を与え、1839年にパリで亡くなった。同地のモンマルトル墓地に埋葬されている。ソルの作風は古典派の様式を忠実に受け継ぐものであるが、後年の批評家にはロマン派とみなされる場合が多い。彼は、 女装部に単調を好んで用いたが、代表作、モーツァルトの魔キの主題による変装曲、バリアシオネス・ソブレ運転までモーツァルトでも、保単調による女装から、補長長の主題へと転調していく構成が取られ、グランソロ・グランソロにおいても、二単調の女装に始まり、それから二長調の主題へと移っていく。他の特徴としては、不協和音を大胆に取り入れ、それが、作品に、 独特の効果を与えている点である。彼の作風には、もちろん、ハイドンやモーツァルトの大きな影響を伺うことができるが、他の同時代の作曲家とは異なったスタイルの作曲家として言及される必要があるだろう。作品は定期的に復刻されている。山下和人による録音全集が著名だが、現在は完成に20年以上を要したスによって、 複数人に分担させた録音全集が容易に入手できる。ありがとうございます。